今日は秋の、黒松の植え替えしていきたいと思います。この間見つかりました。じゃあこれをやっていきます。これね、3つとも1個1600円ちょっとね、盆栽はやったことあるんだけど、黒松は初めてなんで、まずちょっと整理してから針金をかけて植え替えという形にしていきます。まずこれ1の枝からこんな感じですね。こんな感じね。はい、じゃあまずこれからやっていきます。はい、やってみよう。わかんねえんだよな俺黒松やってみな、わからへん。全然わかんねえんだよな俺。あ、スペシャル。まずこれ1の枝とします。ここに、まあ、いい見張りがあるので、こちらを正面にしたいなとは思うんですが、難しい。ちょっとやっていきます。これこれ、ここもかぶってるもんな、結構な。ちょっとこれで置いとこうか。なんか見えてけへんな。見えてけへん。悪戦苦闘しております。見えてきません。まあとりあえずちょっとこれ置いとくね。これ。まあ一の枝、はい、とりあえず置いときます。終了。いや終了じゃない、置いときます。置いときますか。一つちょっと置いてきます。はい。次は2の枝に行ってみます。全然俺には松が分からへんみたいな。松難しいな。見えねえもんな。色か。とりあえず2の枝。はい、とりあえず、ちょっとこれで置いとく。はい、お次は3の枝。正面が止まれへん。まあ、そりゃそうだもんな。
こんな感じかな、これが一番綺麗じゃん、何気に。すっきりした、これが一番作りやすかったかな。はい、これ一の枝、はい、一の枝、手に入れるとそれっぽく見えてきたな。どうする？何気に。何気にそう見えてきた。そう見えてきた。それっぽく見えてきた。見えてきた。うん。